どうも、美大生 YouTuber のマイケルです。皆さんちょっと見てください。この机の上にね、広々と広げられた。これなんだかわかりますか実はこれ、僕がね、あの、色彩試験。実際の美大入試で、色彩の試験1回で持ってった持ち物ですね、これ。色彩試験1回分がこの机の上にあるものです。はい、ということでね、まず机の上にあるもの、一個一個ね、解説していきましょう。こちらですね。まず絵皿。これ絵の具をね、ベタ塗りで解くときの絵の皿ですね。 これ6枚くらいあるといいです陶器じゃなくてもいいんですけどプラスチックだといいですね6枚くらいそしてこちらバケツですね僕は2つ持って行ってましたあの買いに行く時間を、ね、省略するために2個持って行ってましたはいそしてこちらですねゴミ箱自分で作ったあの紙で作ったゴミ箱ですねこれあると便利なんて持ってくといいかもしれないですねはいそしてティッシュこれはあの鉛筆ケースの時に紹介したんですけどティッシュね絵の具でも使えるんで持って行きましょう はい。これは前回紹介した鉛筆ケースですね。中身の説明は省略します。まあ、一個だけ重要なことを言っておくと、こちらコンパスがね、入っているんですね。このコンパスっていうのはかなり重要になってきます。あと、シャーペンも入ってますね。二次試験の時にはシャーペンも入れてきました。はい。そして、クレーラップ。サランラップですね。これ、ラップもね、ちょいちょい使うんで持っていきます。そして、こちらですね。定規。60センチ定規。40センチ定規。 そして30センチ定規ですね。まあ、この60センチの方は主に下書きとかに使ったりしていました。この40センチと30センチは溝引きをする可能性があるので、まあ、あのしっかりした硬いものがね好ましいっていう感じですね。個人的には。はい、そしてこれ紙パレットですね。紙パレットも持ってきます。もちろん。はい。あと三角定規ですね。こちらも重要になってきます。あの生存時に直角をね作る場面って意外とあるので、三角定規はね一組持っていきます。 でこちらですね問題は大きな2つまず筆の方を見ていきましょう結構ね入ってるんですよね筆まあでも少ない方かもしれないですけどね今ちょっとあのお手入れしてないんで受験生の時はこれ毎回きれいに洗ってましたけどちょっと色残ってますよね筆の先端にこういうのはなしにしてますねでまあの水で溶く筆と塗る筆とっていうのがあって暖色と寒色で分かれていました暖かい系の色は こっちの筆、暗い系の色はこっちの筆っていう風にね筆を使い分けていました僕平筆ユーザーでしたねちなみにこっちのなんか尖った筆とかもあるんですけどそれはあんまり僕は使わなかったですねそれよりこういう細かい作業をする用のめっちゃ先端がねちっちゃいような筆もこれ持ってって,て持っていってましたねでまああと歯ブラシこれは使う人は使うかもしれないですけど僕はね使わないけど一応入れてましたであのスパッタリング用のブラシですねこれでこうやって。 まあ一応筆なんでこれも大丈夫かなと思いますね。色彩用具一式っていう表記にいつから関わったんですけど、まあ、結構ね、何でも持ってっていいかなっていう感じがしますね。それで注意されたらやめるっていう感じがいいと思います。さすがにあの、表記がね、明快じゃないので、一回で失格とかはね、ないとは思います。でもわからないです。年によって違うので。 それくらいのね、覚悟でいってほしいと思います。はい。で、こちらですね。絵の具箱。まあ、普段、普通ね、あの、美術に馴染みのない人は、あの、基本12色セットとか24色セットとかで持っていくようなイメージあるかもしれないですけど、実際はね、こうです。70色くらい。70から60、60から70くらいね、色が入ってまして、で、この先端にね、ちょっと絵の具をつけているんですよ。で、こうやって上から見て、どの色使おうかなっていうのを取りやすいように。 先端につけてますねで僕太郎なんでこの本当はねこれベタっと一面塗るはずなんですけどこういう風にねちょっとつけてもう終わるようになりましたね絵の具の節約をしだしました太郎になってからまあ一個一個紹介したら時間がかかるのでまざっくりねこんな感じですねあとはここに100均の筆安い筆これも1回で捨てるみたいな時がねもしかしたらあるかもしれないんで一応入れておいてますでまあこれですねペインティングナイフ ペイインンティングナイフで、でこれですね、ジェッソを僕使ってたんでジェッソっていうのは下地材、盛り剤じゃなくて下地の材料ですね紙ってあのみんな同じ紙じゃないですかそこにジェッソをペタペタ塗っていくと最初のね10分くらいねペタペタ塗ってちょっと紙っぽくない感じにするっていう技をねやってましたけど本番でいかせたことは一応ありません。 はい、もしねジェストを使う人いたらその僕のね恨みを晴らしてほしいと思います、はい、そしてこちら歯ブラシですね歯ブラシこれ使った形跡ありますけど受験では使ってないですね何で使ったかは思い出せないですけど何ですかねこれ謎の歯ブラシが入ってましたはいということで皆さん忘れ物のないようにしっかりチェックしていただければと思います今回の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたバイ